参考バス三角営業所は九州参考バスの子会社である参考バスの営業所の一つ。かつては1997年までは九州産業交通本体直営の営業所であったが同年より本体から切り離され子会社の参考観光バスに移管したが2005年4月の子会社再構築により県内各地のローカル子会社と統合し 参考バスの営業所という位置づけとなった。熊本県浮島住町三角裏この他に、上山草市姫戸町赤崎に駐在車両がある。かつては、松島車庫に戸い,合い安村、松島青年の家、岩戸駅を運用するために当営業所管轄の車両が一台駐在していたが、岩戸駅を除く路線は、天草営業所へ管轄移管されたために駐在を廃止した。 かつて東営業所発着時代の野釜駅。野釜大橋下橋後、鳩の釜から野釜まで路線が延長した時のもの、ウキウキ甘草シャレトルビン現在の車両の方向膜は全て LED 式だが、以前のフィルム式方向膜で三角営業所、生え抜きだった、日のレインボーに、かつての熊本駅が廃止になり、宇都駅止めになった際に、方向膜と側面系倒幕に、 熊本の部分を消去し、宇都駅と新たに記載したものを再使用していたが、参考独自の系統番号表示各会社共通系統に変更後も、また、熊本市内へ乗り入れしないのに関わらず消去せず、宇都駅業、三角業ともども LED 行き先表示式に変更されるまで県内で唯一最後まで残されていた。また、方向幕は最後まで、 従来の白地に黒色表記のままであった。道路線には、三角西港を経由した後に、サンパールへ向かう、ウキウキ天草シャレトル便と、三角西港を経由しない通常便の2系統があり、シャレトル便は毎日運行しているが、通常便は土日祝日は運行しない。なお、岩谷入口マイナスサンパール間の停車箇所は、両系統とも同じ。ありがとうございます。